谷山軍は、朝鮮民主主義人民共和国公海北道に、属する軍。公海北道の東北部に位置する。一遊二十里を管轄する。三国時代には航空によって十国城が築かれた。統一白木時代には、鎮水県とされ、英雄高軍の管轄下に置かれた。高来王朝成立後は、谷州と解消された。 1393年に谷山と解消された後、再び谷州に戻されているが、朝鮮王朝成立後の1413年に谷山軍と改められている。1669年には谷山府に昇格した。1895年には地方制度改革により谷山軍となり、海上府に属した。翌1896年には公海道所属となった。 谷山軍は12面からなり、この構成は植民地期も変わらなかった。1945年8月15日の時点で谷山面は12面69里が属していた。1952年12月に行われた軍面離島配合に伴い谷山、成形、雲中、東仮面全域と西村面の一部、東村面の一部、神経軍村面を統合して、 谷山軍が再構成され、旧谷山面,面に、有所在地が置かれた。旧谷山軍のうち、北部の上津、カ花村面などは、新坪郡として分離され、東村面の一部は、関本土板橋軍に、大鳥なる面の一部は、平安南道日の木層軍に編入された。2002年10月現在、一遊二十里が置かれていた。この節の視点、ありがとうございます。